盤に挿入するときにこの部分のストッパーを使います。ここを上に持ち上げてこのように外します。そして盤に挿入した後また再び後ろ側から止めます。これで止まります。今回つなぐのはこちらの010なのでこちらのインプットレンジを確認しましょう。メニューを押してインプットからプロセス A と B がありますね。 A チャンネルからプロセスインプットのインプットレンジ、これで 010V であることを確認しました。続いて入力を入れていきましょう。これが A チャンネルと B チャンネルですね。今日はこちらのだからボルテージを入力します。ではこれを取ってこちらに入れていきます。入力端子をつないでいきましょう。この入力端子のハイの部分に赤をで、これの部分に黒を入れていきます。こことここですね。ここを押して2チャンネル入力なのでこちらも入れていきましょう。こちらを押して赤を挿入、はい、この黒も押して挿入、はい、それでは電圧を引火してみましょう。今は 1V です。そこから 2V、3V、4V、5V、他の部分もいじってみましょう。今は A チャンネルが入力が入っているのでここに比較出力をかけていきます。ここからアウトプットそして1番、まずは A チャンネルを選択しましょう。そして戻って1、2、3、4つ下これを選択します。1を9万にします。でエンター、そして戻ります。次にカラーを選択します。カラーはレッドにしましょう。そしてメニュー、Now all four alarm is set already. So, ここから演算式を出します。ディスプレイから。チャンネルインプット、そしてエクスプレッションからこのような演算式があります。ではアットにしてみましょう。これでカルキュレートバリューが出ます。そしてこれはデシマルポイントでチャンネルカリクレーションのデシマルポイントです。
しましょう。エンターで、これで、B のカリキュレーションバリューが出ます。 A チャンネルを変えるとこの値をディスプレイボタンでグラフ表示ができます。ただ今の設定だと簡単に振り切ってしまいます。これを何とかしましょうということで、ディスプレイのレベルオブディスプレイ A チャンネルのスケールを変えます。今は1ですが、これを999表示にしました。これによって表示ができました。これは2本の場合もこのように表示されます。トレンドが上がってます。これだとは簡単に上がりすぎてしまうので、これを変えましょう。メニューからディスプレイ、そしてトレンドディスプレイで A チャンネルを変えます。 A チャンネルを1が上限なので、これをまた9999に変えてあげましょう。でエンター、メニュー、こうするとちょうどアラームのラインが分かりやすくなります。はい、これで B チャンネルは2つの固定ですが、青いラインが入っています。アウトプット、比較出力の他にアナログアウトプットはこのモデルでは選べます。アウトプットレンジ、初期は010、これを420に変更してみましょう。そしてアウトプット A チャンネル、 B チャンネル、カリキュレーションから選べます。カリクレーションにしてみましょう。最後にディスプレイスケール、これをありがとう、あれなので、これでよしと。構成作業を行っていきます。買ったばっかり、繋いだばっかりで結構こういう風にずれています。これを直していきますよ。インプットから、まずはセンサー電源の設定を行ってください。それから繋ぎましょう。そしてオートとマニュアルがあります。今回はマニュアルアジャストをします。まずはこのズレに対してエクスキュートを行います。 OK、 そしてほとんどなくなりましたね。そして、NEXT、 これを手動で設定します。こちらはしました。そしてこっちを1万にします。はい、スキルで
さあこれで